すぐはカルオのお暇なら映画でも。すぐはカルオの新作映画レビュー、トップガンマーヴェリック。ということで見てまいりました、トップガンマーヴェリック。いやー最高でしたね。最高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 だーと、いう感じでめちゃくちゃ良かったです。あのね、まあ見た人はもうわかると思うんですけど、見ていない方、まだ見ていない方ね、必ず劇場で見てください。もうむしろ劇場で見てそれで終わりでいい映画です。後にねブルーレイとか DVD をレンタルしたりとかサブスクで見たりとか、正直それはしなくてもいいやみたいな、劇場で見ればそれで OK みたいなね、そんな映画です。むしろ劇場で見なかったらどうすんだいと。もうそんな映画ですよ。まあ手に汗握るというか、手に汗握るどころか僕はもう力が入りすぎて手が痺れましたよ。後半なんか手痺れてんだけど俺みたいな。そんな感じになってました。いや素晴らしかった。まあこれね、トップガンの続編なんですけど、まあ僕よりね上の世代の人たちってみんなトップガンが大好きっていうところがありますよね。劇場もやっぱりね年配の方が多かったかなという感じがしましたね。僕より上の世代、僕の世代だと多分トップガンっていうのはまあ昔の映画っていうイメージでね、どっかのタイミングで見たっていう人が多分多いんじゃないかと思うんですけど、まあかっこいい映画イコールトップガンっていうのがね上の世代の人たちはあるんじゃないかと思うんですけれども、まあ良かったです。結構結構涙腺が崩壊するシーンもあったし、いやー良かった。で、これから見に行く方必ず、これはネタバレにはならないと思うんですけど、 なるのかな、必ず映画が始まる前に席に着いてくださいね。映画始まってから、あやべやべやべ急げ急げって言っていくんじゃもうダメですよ。もうしょっぱなから開始0秒から見どころがありますんで、もう必ず映画が始まる前に席についてちゃんとスタンバって待っていてくださいよね。いやよかった。何がよかった、あの完全にこれ前作はいつだっけ、86年か、86年のねトニー・スコットが監督したあの前作の映画の完全な続編なんで、前作のトップガンを見ていることは必須です。必ず見ておいてください。でまあ昔見たからいいやっていう人はまあ言っちゃいいんですけど、もし可能だったら、一回復習してね、前回のトップガンを一回復習して見てから見に行った方がいいんじゃないかなというふうに思いますよ。まあ僕トップガンね、マーヴェリック、まあ、やっと公開になったじゃないですか。もう何年も前からね映画館行くたんびにトップガンマーヴェリックって予告をやってたのに全然公開しないで、おなじみのトップガンマーヴェリックだったんですけど、まあ、やっと公開っていうことで僕トップガン動画出そっかなってちょっと思ったんですけど、まあ喋ることがないんですよね。まあ、トニー・スコットの映画って結構特に初期はその傾向が強くて、めちゃくちゃ映画として面白いしかっこいいしセンス抜群だし、見てあー面白かったーって純粋に思える映画なんですけど、喋ることはあんまないっていうのがねあって、トップガンもねなんか喋ろうかなと思ったけど何喋りゃいいんだろうなっていう風になって、まあ動画いいやと思って出さなかったんですけど、まあ今回ね残念ながらトニー・スコットはもう、この世にいないので、企画はね最初トニー・スコットから始まったんですけど、マーヴェリックは、まあ、残念ながら、まあ、後を継いだ、監督はジョセフ・コシンスキーさんか。この人何の監督、あトロン・レガシーの監督か。まあこの監督がね、まあ、後を引き継いだということで良かったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ見た方は分かると思いますけれども、非常に前作を意識したというか、そういった感じのお話になっております。最高でした。ということでこの後はまあちょろっとネタバレを含みながら、僕の感想を言っていきたいというふうに思いますんで、ネタバレは嫌だよという方はここで切っていただいて、トップガンマーヴェリックを劇場で見に行ってもらってですね、で見た後またここから続き聞いてもらえればなというふうに思います。この後はネタバレをします。
ということで、ここからはネタバレを含みながら僕が映画を見た感想を述べていくわけですけれども、まあ初っ端なね、まあ僕もねあればいいな、でもどうだろうな、難しいかなと思いながら期待はして見に行ったわけですけど、もう初っ端からやられましたね。オリジナルトップガン完コピというかいや素晴らしかったですね。ダン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 言ってましたね。いやーよかった。非常によかった。あの始まり。求めていたものを見せてもらったみたいな、そんな感じがしましたね。テンション上がったでしょ、みんな、見たみんな。ねえ。いやよかったな。もうあれだけでもう100点ですよ。で、お話としては、まあね、元祖、オリジナルのトップガンも、戦闘機乗りの話なのにほとんど戦闘シーンがないみたいなねそんな映画だったじゃないですか。むしろ友情物語というか、まあ学園ものというかね、そういった側面があるストーリーだったわけですよね。でまあ最後なんとなくちょろっと一応出しとくか的な感じで戦闘シーンは最後にあったみたいな、そんな感じの映画だったわけですけど、トップガンオリジナルは、まあ、今回ももう構成はオリジナルと一緒でしたね。基本的にはずっとトップガンの、まあ、訓練校の中の話をずっとやっていくみたいな感じで、ただ、まあ、主役がマーヴェリックなんで、今回はそのトップガンの生徒たちというよりは、まあ、教官となったマーヴェリックの人生というか、そういったところがどちらかというと焦点が当てられて、映画は進んでいくみたいな、まあ、そんな感じだったわけですけれども、まあおっさんの青春物語みたいな、そんな側面がありましたよね。なんていうか爽やかな爽やかな涙を誘ってくる感じがありましたけど、この、ルースター役のねマイルズ・テラーか、彼は本当に似てましたね、トップガンのオリジナルのねグースの息子役で出てたわけですけど、グースってアンソニー・エドワーズですか、ER のねグリーン先生の役やってた人ですよね、彼が、まあ、前作で死んでしまったわけですけど、その息子役として登場したわけですけど、まあ似てますね。別に息子じゃないですもんね、全然関係ない人ですもんね。よく似た人を見つけてきたなーっていう感じがしましたね。パッと見あれグリーン先生かなってグリーン先生っていうかグースかなっていうふうに思えるぐらいね、パッと見すごく似ていて、いやよかったなというふうに思いましたね。でまあ未だにマーヴェリックは現場に行くね大佐ということで、まあそのあたりもね、まあこだわりがあるんだろうなって思いながら見てたし、なんていうかな、本当に内容はね特にないんですよ。なんていうの、オリジナルのトップガンもそうだったんだけど、感想どうだったって聞かれたら、いや面白かった、かっこよかった、感動した、素晴らしかった、絶対映画館で見た方がいいっていう風に思うんだけど、じゃあどこが面白かったのって言われると、どこがっていうか、まあ全体的に良かったんだよねっていう感じの映画でしたよね。これオリジナルもそうだし、今回のマーヴェリックもそうだし、こうなんていうかな、余計なことを考えずにただただ名作、ただただ名作というのを見たっていう、この清々しい感動というか、ただ面白かった。だから何、今年あれあったじゃないですか。ゴーストバスターズの新作。あれを見た後と同じような感動、すがすがしさっていうのがあるかもしれないですね。ああ、面白かったって言って終わる感じ。この完全な娯楽、エンタメ作品として、非常に面白かったという感じですね。で、今回はね、オリジナルのトップガンよりもかなり戦闘シーンも増えていたし、そのあたりもすごく手に汗握る感じがあってよかったですね。あれはもう完全に、国名は出てきてませんでしたけど、完全にねですよねならず者国家って出てきてましたけど、
まあ雪も降ってたしね。まあそこの戦闘シーンとかああいうのもすごく迫力あったし、戦闘機は全部実機ですもんね。だからそれもやっぱすごいなと思うところがあるし、あ、そうそうそう、マーヴェリックが着ているね、あのフライトジャケットの後ろにあのワッペンっていうかパッチがあって、あれがオリジナルはね、日本と台湾の国旗が、刺繍されているってのがあったのに、今回の映画ではそれが取られている、それが中国に向けてのなんか配慮なんじゃないかっていう風に噂されていましたけど、ちゃんと日本と台湾の国旗入っていましたよね。だからなんでしょうね、あの確かに予告編では日本と台湾の国旗が別のものに、あのワッペンがね別のものに変わっているっていうのがあったんですけど、あれが何だったのかはちょっとよくわかんないですね。ちゃんとね、マーベリック川崎のバイクにも乗ってましたしだからそこはもし気にしている方いましたら問題ないです、ちゃんとマーベリックは日本国旗をつけていましたよだまあとりあえずですね、本当に見てよかった、行ってよかった、劇場に行ってよかったって思える映画でしたね。まあお客さん入ってましたね。どう、シン・ウルトラマン今週が3週目、今週末ね動員1位取れれば V3 ということになるわけですけど、ちょっと危ないかもしれないですね。トップガンかなり客入っていたんで、まあ僕初日ね、これあ、これいつ上がるかな、明日上がるかもしれないですけど、まあ初日見に行ったんですけど、かなり入っていたんでね、シン・ウルトラマン危うしというところはあるかもしれないですね。トップの座を明け渡すかもしれないと、いうふうに思いますけど、まあとにかくまだ見てない皆さんいましたらですね、ぜひ劇場で見てください。劇場以外で見る必要ないです。話も特にないし、はっきり言って家のテレビとかパソコンの画面とか、ましてや携帯スマホの画面とか、ああいうので見る映画じゃないです。完全に劇場のでかいスクリーンでいい音響で、見る、そのための映画ですから、皆さんもね、もう完全にこれ見れば皆さんも戦闘機に乗ってる気分味わえると思いますので、一緒に G を感じてください。隊員たちと一緒に、もうそう、まあもうとにかく良かった。まあ、前回のトップガンが公開された後ね、アメリカ空軍のこの募集が殺到したという現象が起きたらしいんで、今回もきっと空軍の志願者増えるんじゃねえかなというふうにね思いますよ。まあ、空軍というか海軍ですけどね、マーヴェリックはね、非常に良かった、もうめちゃくちゃかっこよかった、そんな感じの映画でした。まあ、欲を言えばもうちょっと音楽バンバン使って、トニー・スコットバリのね、もうミュージックビデオかなって思うぐらいのこのカット割りというか、あのセンスのいい切り張りを見たかったかなという感じが、まあ、しないでもないかなという感じはありましたけど、でもまあ良かったですね。最後も結構スパッと終わったし、最後のね、まあ、戦闘シーンからがなんていうかな、意外と長かったですよね。でもこれは長くて嫌だなっていうことじゃなくて、なんかもっと短くなるのかなとかいろいろ思っていたんですけど、あ、また来た、また来た、また来たみたいな感じで、最後何度も、危機が訪れてみたいなね、そういった感じがあったのが良かったですね。この映画何分の映画なんだっけ、あ、131分か、そんなに長いっていうわけじゃないですけど、だ結構ね話がパッパパッパ進んでったんですね。オリジナルのトップガンは110分だから、前回よりもまあ20分ぐらい長い感じですけど、まあ良かったですね、非常に良かったです。ぜひ劇場で皆さん見てくださいね、まだ見てない方で、もう見たよと、見たからここまで聞いたんだよという皆さん、劇場で見て良かったですよね、本当にねということで、今回の新作映画レビューはトップガンマーヴェリックでした。純粋にただただもうエンタメ作品として普通に最高に面白い映画でした。お聴きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ツイッター、インスタ、フォロー、その他もろもろよろしくお願いします。それでは皆さん、また他の動画でお会いしましょう。いやー、映画って本当にいいものですね。それでは。